またしても初登場の方です。アルゼンチン代表ロドリゴ・インチャンスティさんの登場です。ウェルカムトゥジャパン。念願の初来日となったロドリゴさん、アルゼンチンのご自宅からおよそ40時間以上かけて空港に到着です。アルゼンチンにいるご家族皆さんが応援してくれているそうです。アルゼンチンは日本の真裏ですから、40時間をかけてこちらの方に来ていただきました。では歌っていただきましょう。中井さんが生まれる前の年1971年にリリースされ大ヒットした曲です。尾崎紀世彦さんの名曲、また会う日まで。また会う日まで、会える時まで、別れのその訳は話したくない。なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき、全てをなくすから二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。二人で私は日本に来れたことがとても嬉しいので、その気持ちと魂というのを全部込めてニコラス目は自分の歌い方で歌わせていただきました。素晴らしい。サーモンさん、いやね、どんどんスケールアップしてますよね。もうオペラと混合でもう飛んじゃいましたよ。素晴らしかった。素晴らしく歌いたかったんじゃないかと思いますけどね。圧巻の歌声を披露したアルゼンチン代表ロドリゴ、この後最初の決勝進出者が決まる。現在トップはミレアさんの562点です。上回ることができるんでしょうか。さあ上回ることができるんでしょうか。点数の発表はこちら。